オーディションまであと1週間。今の体重は減ってる。目標までもう少し。メイトさんお願いします。はい。よろしくお願いします。では自己紹介よろしくお願いいたします。はい。ディアマントプロモーションから参りました、マイタサワと申します。本日はよろしくお願いいたします。自己 PR もよろしくお願いします。はい。今まで私は自分に全然自信が持てなくて、だけどこのオーディションを絶対合格するために8キロ痩せてきました。なので今の私にはどんな役もこなす意地があると思います。ちなみに舞田さんの女優としての目標はありますか？はい。私の夢は、痩せれば可愛いんだけどね。いや、事務所の人たちを見返したいです。朝ドラに出ることです。本当さん、あのオーディション行ってきました。あと体重も無事落ちました。それは良かったです。舞田さん頑張りましたね。荒川さんのおかげです。実は私、朝ドラに出るのが夢なんです。でもそれ言ったらバカにされるかなってずっと思ってて言えなくて、でも今日オーディションでちゃんと言えて。舞田さん、なんかすごい綺麗になりましたね。嬉しかったです。めちゃくちゃ自分でも痩せてるなって思うんですけど、でも自分が思ってる以上の反応をその周りの会った友達とか周りがしてくれるので、なんかそんな痩せたんだってなってやっぱ嬉しくて、もうちょっとまだダイエット頑張りたいのでそこも頑張ろうっていう力になります。お疲れ様です。あ、お疲れ。こないだのオーディション結果なんだけど、ダメだったんだけど。了解しました。でも他に仕事が入ったらまた声かけるかもしれないって連絡が来てるからさ。本当ですか？だからこれからも一緒に頑張ろうね。はい、ありがとうございます。